建設中だった。そう、流型潜水艦12隻すべてが就役し、令和2年無事に進水式を迎えました。艦の名前は大鯨、つまり大クジラ、大きなクジラです。最初は、なんか変な名前つけたなぁ、と納得できなかったのですが、不思議なことに呼び慣れてくると愛着が出てくるものですね。もともと、捕鯨という仕事は、日本人とは浅からぬ関係がありました。江戸時代には一大産業となり、クジラ一頭来たると、村は20年食えると言われるほど、人々の生活に溶け込んでいたのです。ここ最近は、動物愛護団体から非難されていますが、原爆持っている国の人間から、クジラを取るなと言われても、変な感じですよね。今後の海上自衛隊潜水艦は、どこへ向かうのか、詳しく見ていきますね。敵基地攻撃能力を潜水艦にも搭載するとの方向性が示されました。すると、やはり4000トン級になるのかな。気になりますよね。日本は、通常動力型潜水艦では、世界のトップクラスと言われ、アメリカは、原子力潜水艦にかけては、トップクラスと定評があります。日本とアメリカが連携しているかのようですね。さて、大鯨派先輩格である、そう、流型11番艦東流、12番艦欧流をより進化させた艦艇と呼ばれています。大鯨型1番艦は、推進方式として、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせた潜水艦です。東流以降の艦と同じ推進方式を採用していますが、大鯨派設計の段階から専用で計画されていました。それが良かったのでしょう。大鯨派先輩たちより、ずっと長い時間の連続潜航が可能ですし、行動範囲もずっと広いのです。また、スターリングエンジンをなくしたことで、スペースに余裕ができ、艦内の空間利用効率が向上したとも言われています。スターリングエンジンというのは、設置場所にかなりの広さが必要なのだそうです。エンジンを変えて、艦内の空間に余裕ができたことは、乗組員の福利厚生にも、いい影響がありました。福利厚生面では、大鯨から導入された、乗組員の男女共同参画社会への対策にも役立つことがあったのです。それは、女性乗組員用の休息場所の設置でした。今までは、限られた狭い空間を最大限に利用するため、休憩所は男女一緒だったのでしょう。それを何かで区切っただけの簡易的な境界にしても区別できるというのは画期的なことだと思われます。男女一緒ではせっかくの休憩時間ものびのびしがたいこともあったでしょう。ガールズトークもしにくかったと思いますし、これはいいことだと思います。では、潜水艦にとって重要な目でもあり耳でもあるソナーについて紹介します。大鯨に設置されているのは、新型の Z998 統合式というソナーです。今までの潜水艦用ソナーの集大成ともいえる高性能なソナーと言われ、ターゲットへのする探知精度等が大きく向上されているそうです。こういった装置を駆使して得た情報を兵装と連携することにより、大鯨派ずば抜けた防衛力を持つ潜水艦となったのです。大鯨の兵装ですが、艦首部分に、6門の 533mm 魚雷発射管が装備されているので、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、対艦ミサイルであるハープーンが運用可能になっています。何やら、スノーボードやスケボーの技のような名前ですが、ハープーンというのは、
アメリカのマクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイルで、ベストセラー兵器と呼ばれるほど、西側諸国では多くの国が導入している兵器です。防衛大綱が2018年、平成30年12月に発表されましたが、その中に潜水艦は22隻を要するという文言があったそうです。現在のスピードで進むと、双竜型が12隻、親潮型9隻、太原1隻を加えると、合計で22隻体制にはなるようです。これから太原を増やしていくとなると、太原を8隻建造して、建造からかなり年数の経過している親潮型を2隻残して、それ以外を代替艦と入れ替えるということも考えられますね。あるいは、収益させる潜水艦の数を増やせばいいのだという傾向に進むこともあるかもしれません。もっとも、潜水艦の数を増やすといっても、巨額の経費がかかりますから、そう簡単にはいかないでしょうが。これはお互い様なのでしょうが、中国にとっての仮想敵国が、日本であるように、現在の日本の仮想敵国はお隣中国ということになります。その中国海軍は、ご存知のように、経済力を背景に、どんどんと軍備増強に走っています。この状態への対抗手段として、海自の潜水艦22隻体制を進めていくことが、必要とされることは、簡単に予想できますね。ただし、こういった状況になった場合、多くの問題が存在します。第一に、今でさえ苦慮している隊員乗組員の確保です。少子高齢化減少に年々拍車がかかる日本は、人手不足が叫ばれて久しいのですが、給与、賞与、年金などの収入には不安のない公務員とはいえ、厳しい訓練もあり、拘束時間が長く、規律も厳格な自衛隊員になりたいという若者は残念ながら少ないようです。自衛官募集に苦労していることは折に触れてニュースにもなりますね。人気のブルーインパルス隊長による募集ポスターなどは自治体の入り口に貼ってあるのを見ることがありますが、実際に乗りたいと思うほどの強い意志があるかといえば、まだ別問題なのでしょう。潜水艦太原には約70名が必要とされています。通常動力型潜水艦としてはビッグサイズですが、省力化を考えると太原派課題を持っている潜水艦であることも事実ですね。ちなみに先輩格の双竜型は65名でしたから、わずか5名ですが、増えたということは、人員を減らすことが良しとされる、現在の状況では逆行していると感じてしまいます。では、肝心の中国は、太原について、どんな考え方をしているのか、見ていきましょう。中国メディアの一つの太原に関する意見を紹介します。太原潜水艦が、先行する、そう、竜から、性能がぐんと向上し、連続航行可能期間も2週間になったことを取り立てて注目し、我が国はこの潜水艦に対する警戒が必要だという見解を掲示したのです。特に注目したのが、太原の水中での静粛性です。潜水艦にとっては敵に発見されないことが最優先事項ですから、静粛性が高い動作音が低いということは、敵に発見されにくいことにつながるわけです。日本の太原潜水艦は、優れた性能を持つ。だから、からこそ探知、発見して追尾することは、非常に難しいとまで評価したのでしょう。でも、中国メディアにあまり褒められるのも、ちょっと居心地悪い感じを覚えるのは筆者だけでしょうか。
また、別の中国メディアの記事も紹介します。前述のメディアとほぼ同じ意見ですが、タイゲイハあくまでも通常動力型潜水艦としては優秀という意見で、逆に言えば、自分たちの原潜の優位を主張しているようにも思えます。つまり、中国は新型原子力潜水艦を持っているのだから、通常動力型潜水艦タイゲイが、どんなに高性能だとしても、中国の原潜を上回ることはないという結論を下したということです。原潜のメリットですが、燃料補給がほとんど不要なので、浮上する必要がない、水中移動にも高スピードが出せるなどがあります。とはいえ、いくら原潜でも永遠に動けるものではありません。耐用年数経過後の処理をどうするのか、何より積んでいる核をどう処分するのかなど問題山積です。持続可能社会に向けて世界的に行動することが求められる現在、安全安心な処分方法が見つけられないのですから、そちらの方が大問題ではないでしょうか。非核三原則を国是としている日本では、原子力潜水艦は保有できません。だからこそ、通常型の性能向上に力を注いでいるのです。中国は同じ土俵に乗らないように、原潜は最高。と思い込んで、通常型潜水艦について、いろいろと気を回さないでもらいたいものですね。